新安州青年駅は、朝鮮民主主義人民共和国平安南道安、州市にある、朝鮮民主主義人民共和国鉄道省の駅である。平木線と海川線の二路線が乗り入れている。海川線の起点駅となっており、平木線と海川線の分岐駅である。新安州青年駅と隣の清川豪駅の間には、清川豪が流れており、そこが、 平安南道と平安北道の境界となっている。1908年4月1日、景気前々通時に新安州駅として開業した。元々の安州の中心集落からは西に外れた場所にあたり、駅前には新たに市街地が発展した。駅周辺は後に面に昇格し、安州軍新安州面となった。1911年11月1日に、 欧力公共領が完成した後は満州に向かう国際列車の停車駅となった。現在でも平壌北京、モスクワ間の国際列車の停車駅である。第二次世界大戦後は朝鮮民主主義人民共和国の死生下に入った。朝鮮戦争に際しては清川港を渡る陸上交通の要衝であるこの駅の周辺は激しい爆撃を受けた。 この戦争中の1952年12月、朝鮮民主主義人民共和国で行政区域改変が行われて面が廃止され、行政区画としての新安州面は消滅している。戦後、青年突撃隊などによる復興が行われ、駅名も新安州青年駅に解消された。ありがとうございます。